透明水彩絵の具を使ってシンビジウムを描きました。シンビジウムは一本の枝にたくさんの花がついています。しかも長持ちするので、見ながら描くのにぴったりです。花を一輪ずつに分けたら透明な入れ物に入れます。50ml か 100ml のビーカーがぴったりの大きさです。よく見ながら描くためには2人に1つは用意しましょう。パレットの代わりに紙を使います。4つに折ってそこに絵の具をほんの少しだけ出します。花の色を見ながら何色が必要か考えて、最初はだいたい2色ぐらい出します。たっぷり水をつけた筆の先にほんの少し絵の具を取って伸ばすと、赤がピンク色になってきます。青も少し混ぜてみましょう。花のどの場所から描くかを決めます。この内側のひらひらした部分から描いていきます。花はどこから描いてもいいんですが、どこか一箇所、描く場所を決めて描いていきます。そこからだんだん周りへ周りへと描き広げていきます。色と形をしっかり見ながら薄い色から塗っていきましょう。細かいところは筆の先を使って、水をたっぷりつけて花びらの上からなぞるとにじみが出てきます。花が完成したら周りはタンポで仕上げます。水溶き絵の具にタンポを浸して、くるくるトントンとしっかりと絵の具をタンポになじませます。試し紙に押して網目が出ることを確かめてから、絵の周りに押していきましょう。タンポとタンポが重なるようにふわっと押します。絵の上には押さないようにしましょう。背景がつくとこんな感じになります。画用紙は縦に使っても構いません。花が小さすぎた場合は余白に2つ目、3つ目と同じ花をいろんな角度から見ながら描くといいです。子供の数だけ違った蘭の花が出来上がります。